今日も、ハングアウトショッキングということで、ブログ運営者をつないでいく番組ですね、こちらを始めたいと思います。まず今日はお二人の、方に、お話を聞きたいと思います。一人目は今ゴルフについての、ブログをすごいブログをやってる、中山さん、中山勝彦さんにお話を聞きたいと思います。中山さん。はい、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。まあ、顔出し NG ってわけではないんですけど、カメラが今日はないということで、イケメンの顔を想像してもらいながら皆さんにお話を聞いてもらえたらなと思います。申し訳ありません。今の一生懸命写真を出そうとしてるんですけど、僕の技術的な問題でちょっと難しそうです。わかりました。大丈夫です。申し訳ありません。それでは、じゃあ、今日はよろしくお願いします。お願いいたします。まず中山さんなんですけども、じゃあ、お名前とお仕事をお聞かせいただけたらなと思います。はい。愛知県の中山と申します。はい。仕事は今、主にネットショップの方がメインですね。あと、空いた時間で、地元の企業さん向けの、まあ、ご相談に乗ったりですとか、そういったビジネスをやりながら、BMS の中でブログのお勉強もさせていただいているという状態です。ありがとうございます。はい。ネットショップでは今何を販売してるんですか？今、主にストレッチポールっていう商材がメインなんですけれども、今、ゴルフの方でもそうなんですけど、体幹をメインに、体幹、体の幹ですね、その辺にフォーカスした商材を扱ってますね。なんでバランスボールですとか、そのあたり体幹トレーニングとかそういう感じなんですかね。そうですね、体幹トレーニング専門店っていう形で、なんでもう商品は本当それぐらいです。あとはもう情報ですね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい。じゃあさっきゴルフのブログって、まあ、簡単に一応お話はしたんですけど、どんなブログを運営してるんですか？はい、ゴルフでも基本的に、ゴルフを楽しみましょうっていうようなバクッとしたブログなんですけど、今のゴルフのブログとかサイトってどうしても技術に偏ったものが多いと思うんですよね。飛距離出しましょうですとか、まっすぐ飛ばしましょうですとか、そういった、ね、スコアはいくつ100切りましょうとかっていうように系統しているサイトが多いと思うんですけど、はい、ただ僕がやってるブログっていうのはその、まあ、好きなゴルフだから一生続けたいよねっていうようなところがコンセプトにあって、でゴルフやってる人のほとんどが腰痛持ちなんですよね、怪我持ち。なんで そもそもゴルフやってて怪我したら、ね、そのゴルフすることができなくなっちゃうもんですから、まあさっきの体幹トレーニングじゃないですけど、ちゃんとトレーニング方法ですとか体のことを知って怪我予防しながらゴルフを楽しみましょうと、いうようなサイトです。 ありがとうございます、はい。ちなみに中山さんはゴルフとの出会いってどんな感じでゴルフと出会わはったんですか？あ、そうですね、僕は20歳過ぎに社会人になってからもずっと周りの人間にゴルフは勧められてたものですから、やれやれって感じですかね。もうそうなんだから、もう20年近く周りからやれやれって言われてていたんですけど、はい、まあ固くなに断り続けてたんですね。めっちゃわかります。もうなんか金持ちのイメージじゃないですけど、そうなんですよね。そんな道楽で何が楽しいんだと思って断り続けてたんですけど、はい、でいざ4年前に僕起業したんですけど、ほほ、そうすると地元のその起業家仲間から今度はやれやれっていうふうにやっぱり言われて、みんなゴルフで、もうそうなんですよ、社長さんとかが多いんで。あ、なるほどね。それでもうなんか断りきれんくなっちゃって、で1年半ぐらい前ですかね、で始めたらどっぷりハマるという。そうなんですね。なんて面白いんだって、なんでみんなもっと強く進めてくれなかったんだっていう。めっちゃ詰められてる。そうなんです。というのが出会いでしたね。はい。そうか。ゴルフ何が楽しいですか？ゴルフ、僕、いまだに下手くそなんですけど、すごい気持ちいいんですよね。本当に晴れた日なんかに行くと、
抜けた青空と緑の芝があって、なるほどね。その青空めがけて止まったボールをしこたま打つっていう、おじさんたちの姿。その開放感っていうんですかね。そういうことですか。なんで、うまい下手関係ないと思うんですけど、ただ、ね、やっぱりゴルフも気の合う仲間と行くんですけど、ね、その仲間たちと普段の仕事のこととか家庭のこととか話しながら、ゴルフしてご飯食べて、ワイワイ騒いで帰ってくるっていうのが楽しいですね、僕は。ありがとうございます。なんかそんな言われると、なんかいいのかなと思ってたんですいよや、ね。いいっすよ。いいっすよって言うとおかしいです。なんか押し付けみたいですけど。いえいえ、僕もさ、サラリーマン時代はやっぱよくもうやれやれ言われてたんで、もう本当に僕ああ、とそうしなんですてはやか。っぱり立いや、場の僕も厳しい。散々断ってたんですけどね。一緒ですね。はい。そっか、わかりました。じゃあ、まあ、そうやって、ゴルフどっぷりハマられて中山さんなんですけど、はい。どうして、まあ、ブログを始めようと思ったんですかね。ネットショップはやってるけど、まあ、ブログ、なぜブログなんですかね。そうですね、その今のショップ自体もそうなんですけど、今、ショップって本当にほとんど9割以上のお店が商品写真を置いて、そこに値段をぶら下げて置いてるだけだと思うんですよ。で、結果、お客さんが価格を調べて、安い価格の方で買われちゃうっていう、その購入の構図があると思うんですけど、もうはっきり言ってビジネスとして破綻してると思うんですよね、それって。資本力のあるところでしか勝てないと思いますし、ただそうじゃなくて、その商品のいいところであったり、ちゃんとした使い方であったり、二次的な使い方であったり、そういったものをちゃんと伝えようと思うと、ショップだけでそれを完結させる必要はないと思うんですよね。というのは、商品知識や商品の情報だけじゃなくて、お店にいる、例えば僕っていう人間や、一緒にやってるトレーナーさんの子がどういうことを勉強してるかですとか、物だけじゃなくて人っていうのも知ってもらおうと思うと、ショップだけじゃ完結しにくいと思うんですよね。そうですなんでよくあるお店からのメールっていうのもいいんですけど、メールもそれでいいと思うんですけど、もっとブログっていう媒体を広く使うことで、商品知識だけじゃなくて、そのしょ、えー、お店にいる人ですよね。人のことであったり、お店のコンセプトであったり、そのお店の人の生き方であったり、目指すところであったり、そういったものを広く伝えることができるのがブログのいいところかなと思って始めました。素晴らしい。僕もほんまその考えはもう大共感ですね。あ、本当ですか。もうぜひともじゃあ、どんどん情報を発信していただいて、中山さんのこと好きに、ね、なっそうてでもすらえたらね。一番いいですよね。そうですね。本当にいいやつなんで、僕。こういうこと言うと軽く呼ばれちゃうんで、ダメですね。すいません。いい、もう伝わります。で、まあ、途中でちょっとお話あったんですけど、ゴルフについてのブログって、トレーナーさんと2人って書かれてるんですよね、運営さそうれでてすね。る。まあ、それを踏まえてではな、あ、あ、それを踏まえてだと思うんですけど、ブログもやっぱ大変ですかね、2人でやるのっていうのは。そうですね。大変なんですけど、その分、そのトレーナーさんはやっぱり理学療法士のものですから、専門的な知識がある分、やっぱり僕が知らないような体のことなんかももちろん知ってるものですから、僕が質問したことに対してすごくスピーディーで的確な返答を出してくれるんですね。いいですね。なんで僕が Google 先生にそういったことを調べるよりも、直接聞いた方がスピーディーで正確な答えが出ると思ってますし、それこそ彼の人柄もそこの答えに出てくると思いますんで、その点はいい点ではありますよね。なるほどそのね。役割分担っていう面では。プロですもんね、その道の。そうですね。なんでプロがいますっていうこと自体がもう差別化になると思いますし。そうですね。逆にそういう、まあ、そのトレーナーの方に書いてもらうときに、やっぱなんか編集が大変だなとか、そういったことはあるんですかね。編集が大変っていうのは、初めのうちは大変ですね。やっぱりその解剖学であったりとか、生理学っていうちょっと専門的なことを含めて彼はやっぱり喋るんですよね。ただそういった知識が僕はないと、やっぱり共通言語として成立しないものですから、そうですね。なんでそこはもう僕が
彼に合わせるじゃないですけど、一緒に勉強させてもらって、もっと言えば僕が勉強する過程も読者さんに伝えることでネタになるとは思うんですよ。あ、めっちゃいいですね、その考え方は。なんで僕が勉強する過程でこういう本を見ましたですとか、こういう解剖学の勉強の仕方しましたですとか、そういったことを伝えることで、またお客さんがゴルフやる上でこういう体の構造を知っておかなきゃいけないなっていうことが伝われば、まあ一石二鳥かなっていうのもありますね。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、こういうちょっと難しい理学療法と呼ばれる話を、はいはい、うまく分かりやすく簡単に伝えるために、なんか工夫していることとかってありますか？工夫していることは、まあ、工夫はまずイラストですとか、はい、あと、まあ、文章もなるべく噛み砕いて分かりやすいように、あと初めのうちよくやってたのは、それをうちの奥さんとかに見せるですとか。あ、奥さんに見せる、それはめっちゃいいですね。全く知らない人に見せるんですよね。あ、それめっちゃいいですね。うん、これだから解剖学だけじゃなくて、ね、例えばブログの作り方とかでもそうだと思うんですけど、うんうん、もうどんな人が見ても伝わるような文字の選び、文字っていうか言葉の選び方であったりとか、うん、文章構成でありたいなとは思うので、うん、そういううちの奥さんであったり知らない人に読んでもらって分かるかどうかっていうのは、めっちゃいいですね。うん、めっちゃいいですね。ああ、そっか。じゃあ確かに今ブロ難しいことをブログ書いてる人っていうのは、まあ、もしかの方がいらっしゃるとか、はい、本当に興味がない、うん、分野で、うんうん、いや本当そう、本当そうです。いたらちょっと一回見てよって、これ素人でも分かるって見せたり。そうですね、そうですね。いい手ですね。そうですね。わかりました、いいこと聞きましたね、はい、これじゃあ画面の向こうにいる方もぜひ参考にしてもらえたらいいですかね。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、あの、いろいろお話を聞いたんですけど、そのブログ自体は、まあ、どういう思いで運営されてるんですかね。はい、思い、そうですね、やっぱりあのゴルフの方は、そのゴルフ好きな人って本当に好きなんで、うんうんうん、ただ好きな分怪我してしまった時のダメージって半端ないと思うんですよね。あ、怪我ですね、うん、怪我ですね。怪我した時にゴルフできなくなったとか、その時の喪失感とか、まあ、僕も昔なんですけど、その怪我で部活ができなかったとかっていう経験があるものですから、うん、そういった経験はなるべく皆さんにはしていただきたくないなっていう思いで、まあ、やってますね、今は。そうですね、もう体あってこその、はい、そう、スポーツとかですもんね。そうですね。で、あのブログの方でも書いてはいるんですけど、あの腰痛予防のリハビリってゴルフのトレーニングと全く同じなんですね。おお、そうなんですね。なんでゴルフやって腰痛になるっていうのは本来あってはいけない話で。おお、そうなんですね。はい。なんでゴルフを やるために、ゴルフをやるためのトレーニングをすることで、本来は腰痛予防が可能なはずなんです。理学療法的には。っていうのはやっぱり、うん、あの皆さんご存じない情報だと思うんで、そういったことも啓蒙しながらブログをやっていきたいなと思ってます。はい、ですね、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、あの最後なんですけど、はい、ぜひ中山さんの今やられてるブログの宣伝というか、はい、ここを見てほしい、ここをぜひ読んでほしいみたいなところありますかね。 ありがとうございます。今ゴルフの方でハテナゴルフというサイトがあるんですけれども、はい、ごめんなさい、最近ほとんど更新できていないんですけれども、ゴルフのトレーニングの方法っていうのを今お話しさせていただいたんですけれども、そのトレーニング方法だけじゃなくて、ゴルフのこんなとこが面白いんだよですとか、あと僕が言ったおすすめのゴルフ場の紹介であったりですとか、そのトレーニングする上での考え方であったりとか、そういったところも広くゴルフの魅力っていうのを伝えれるようなサイトにしていきたいと思ってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい。了解です。じゃあですね、あとはこの番組のもう一つの、まあ、ブログ運営者をつないでいくっていうところもあるんですけど、はい。じゃあこの中山さんからこの番組に出てほしい、なんか喋ってほしいって方は、どなたですかね。あ、はい、BMS で僕がよくお世話になっているといいますか、ハテナゴルフの方にもよく遊びに来ていただいている吉見さんに、赤木の吉見さんに。ありがとうございます。
はい、お願いしたいと思います。赤目っていう、あの海藻を、まあ、全国的に広めようと頑張っている方ですよね。はい。わかりました。じゃあ、よしみさんの方に出演交渉してみたいと思います。はい、ぜひお願いいたします。はい、わかりました。今日はじゃあ、楽しいお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、中村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、中山さんでした。次ですね。次のゲストもまた本当に、面白いです。今、Excel 関係ですね。マイクロソフトの提供しているソフトの Excel 関係についてめちゃくちゃ詳しくブログを書かれている、吉井さんですね。吉井さん、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、吉井さんにもいろいろお話を、いろいろお話を聞いていきたいと思いますので。はい。じゃあまずは、お名前とお仕事についてお聞かせいただけたらなと思います。はい。吉井良平と申しまして、まあ、今はお仕事というか、まあ、このブログをですね、ちょっと仕事にしたいなと思って、日夜頑張っております。ありがとうございます。じゃあですね、どんなブログを運営してるんですか？はい。今はですね、創作エクセル工房ソギュー案ということで、まあ、エクセルに関してですね、はい。まあ、今までこう自分のやってきた経験なんかを生かして、記事を作っております。ありがとうございます。エクセルですよね。はい。エクセル便利ですもんね、極めたら。そうなんですよね。まあ、どこまでやるかのはちょっとなかなか難しいんですけどね。はい。すごいですもんね、吉井さんの内容。もう僕、マクロとかあんま使ったことないんですけど、もうそのマクロも使い方とか作り方とかもね、本当に丁寧に動画解説付きでやってるんですけど、じゃあ、まあ、なぜそのエクセルのブログを始めていこうってことで、考えたんですか？そうですね、これちょっと話せば長くなるんですけど。ぜひください。はい。僕は40過ぎまでですね、普通にまあ会社員してまして、ほうほう、はい、働いてたのはモルテンっていうですね、ボールを作ってる会社、バレーとかバスケットとか、まあ、サッカーとか、おー、そういうのをこうやってる方はまあご存知だと思うんですけど、まあ、そういう会社にいまして、で、これで40過ぎた時にですね、こう一気にこうモチベーションがなくなったっていうんですかね。なんかこれは新しいことを始めないとちょっとね、自分がこれはもうダメになるなと思って、で、まあ、会社を辞めまして、辞めはったんですね。はい、そう、会社はもう辞めたんですよ。こう、はい、いい加減な感じですけどね。後先考えずに辞めるということ一緒です。で、それからまあ臨床心理士っていうちょっと心理系の資格ですね、あれを取ろうかと思って、でちょっとそういう大学院の勉強なんか始めたんですよ。でそれをやってる途中に、でももうこれもちょっとなんか違うないう感じがしてきて、でまたなんていうんですかね、こう就職したらみたいなこう周りの声もあったりしてですね。ああ、そうなんですね。まあ、そういうリクルートとかそういうのにこう登録してみようというので、まあ登録をしたんですけど、やっぱり40過ぎて、まあ今広島っていうのもあるんですけど、なかなかそういういい職がないっていうんですか。まあそうですよね。まあいい職がないというか、基本的にこうエントリーをしてもこう、なんですかね、書類でも全部落とされるって感じですかね。なんか30があれって言いますよね。もう30、そうですね、みたいな、僕も言われました。だから世の中なかなか厳しいもんでね。で、まあそうは言いながら、ちょっと時間もあるし、ちょっと普段できないことをしようと思って、で、図書館で、すごい昔の新聞をちょっと読み始めたんですよ。おお、はい。はい。で、まあ自分が歴史が好きだったりのもあって、で、それ読んだらですね、なんかこう、むちゃくちゃ面白いなと思って、それをちょっとこれ、みんなに発信したいなと思って、で、ブログを始めたんですよ。
このなんか昔のことを発信したいなってなったんですね。そうなんです、はい。で、結局それをやってると、もうなんかこう、就職なんかこれやってられんわみたいな感じだった。あで、そっちの方をですね、メインにしようと思って、まあ結構頑張ったんですけど、はい、まあいかんせん、キーワードっていうんですかね、うんうんうん、まあこれはもう全然ものにならなくて、で、アクセスアップとかですね、まあそういうのをこういろいろ調べてるうちに、あの、純一さんのサイトにたどり着きまして。ありがとうございます。それで、入学することになりまして。ああ、ありがとうございます。ああ、いえいえ。で、まあ皆さんのこうサイトを見てると、やっぱりこう、今の歴史のサイトだとちょっと無理だなと思って、で、まあ、資格のサイトをまあ最初始めたんですけど、まあそう言いながら、こう、自分が得意なものっていうと何だろうかなと思って、そしたらまあ、やっぱりエクセルは、なんていうんですかね、こう、まあ、むちゃくちゃ得意だよ、みたいなところがあるので、いや、じゃあこれをまあ、やってみようと。ということでまあ、エクセルのメインにしたのが、3月の最初ぐらいからですかね。そうですね。本当に最近のイメージです、僕の中でも。そうですね。だからまあ、ちょっと頑張ってやっております。ありがとうございます。本当に紆余曲折とかがあって、はい、今のブログに、まあ落ち着くかどうか分かんないけど、めっちゃ見えてきたみたいなところなんですかね、今は。はい。だからまあ、純一さんが最初漫画でやろうとされてたじゃないですか。そうですね、一緒ですね。はい。だからその辺がですね、僕すごく共感を持ってまして。はい。だから非常に参考にさせていただいております。ありがとうございます。はい。いますよね。なんか最初からこれでやりたいっていうのがない状態。まああってもそれがね、収益化につながるかどうかっていうのをやってみないとわかんないですもんね。そうですね。ね、僕本当にその、まあ、もうちょっとやってればよかった。うん。Excel に特化っていうのがすごくいいなと思ってて。はい。いえいえ、ありがとうございます。広く何か、どういったんですか、今、資格を取りたいって人について資格をっていうよりも、なんか本当にエクセルって特化することがより、どういったんですか、魅力的に、すごく伝わってます。あ、ありがとうございます。どの分野もそうなんですけど、やっぱり、さっきも中山さん、ゴルフってあったと思うんですけど、うん、あれからスポーツとかなっちゃうと、なんかふわっとしちゃうと思うんですけど、うん、なんかそれが、一つの分野、もう細かい分野でトップを取っていく、特化してトップを取っていくっていうのが、なんか今のブログとか、まあ、個人が結果を出すためにすごく生き残りやすいところなのかなとか思ってます。はい、頑張ります。ぜひもう成功させてほしいなっていうのがあるんですけど。はい。じゃあまとめに、まあ、話が、ついてくるかもしれないですけど、今のその結果についてのブログっていうのは、はい、結構細かいことやってはると思うんですけど、はい、大変ですか、楽しいですか？そうですね。まあ、最初は結構楽しかったんですけど、やっぱり途中から、こう、やっぱりキーワードをちゃんと狙って書こうという風になってくると、ちょっとその苦労みたいなのはやっぱり出てきますね。そうですね。難しいですね。はい。で、結構ですね、Excel のキーワードで調べてみると、はい。すごく簡単なことか、すごくマニアックなことか、っていうふうになんかこう、分かれてくるんですよね。なるほど、はい。なんかこう、中ぐらいのなんかこう、うまい、なんですかね、ことが書けないかな、いうのが、なかなか難しいな、というのはあります。ああ、そうですね。確かに。キーワード選び難しいですよね。そうですね。でもなんか僕的にはキャラクター出されてるじゃないですか。はいはいはい。マクローっていう。で、ちょっと今ちょうど YouTube の方にも、もあるんですけど、はいはい。なんでまた Excel に、マタローっていう漫画の、使ったのかっていう質問をいただいてるんですけど、はい。キャラクターが生まれた経緯をぜひ、キャラクターですか？はい。まああれ、ダジャレですよ、基本的に。マタローとマクローの。そうそう、マクローっていう、ちょっとエクセルのマクロ機能
なんか説明するキャラクターを作ろうと思って、で、こう、マクロマクロみたいな感じで書かれると、なんか、マタロみたいな、こう、感じで。あのキャラクターめっちゃ強烈じゃないですか。そう、あれひどいんですよ。あの漫画自体がすごく。なんかあの、王道のなんかどう言ったんですか、あの、可愛いキャラとかじゃなくて、あえてなんか復讐キャラ。センスがもうめっちゃ面白くてね。いや、あれ藤子不二雄史上最大のこうブラックな漫画で、ひどい。面白いなと思って。はい、まあ、ダジャレから生まれたっていうのが一番なんですか？そう、まあ基本的にダジャレですよ。いろいろ。でそんなに深い意味なかったということで、あの質問の方に。そうなんですか。そう、まあ、ね、あの、いろいろ展開させてやるいうのも、まあ、考えたいですよね。そうですね。キャラクターを考えながらブログ書くっていうのは面白いですね。大変ですけど。ね、はい、面白いです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今その、まあ、Excel についてのブログがメインになっていると思うんですけど、まあ、どんな、はい、どんな思いでブログを書いてるんですか？そうですね。やっぱりこう、自分、Excel ってこう、身近に、こう、ちゃんと使える人がいないと、こういう機能もあるんだよ、ことこう、そもそも知らなかったりっていうのが結構あると思うんですよ。そうですね。だから、そういう、なんていうんですかね、まあ、こうちょっと面白くいうか、こんなこともできるんだよいうのをこういろいろ出していって、で、あ、こんなこともできるんだいうことで、こうエクセルをもっと使いこなせるように皆さんがなっていただけたらなというふうな思いで、はい、作っております。ありがとうございます。もう本当エクセル使えたら結構何でもできますもんね。まあ、結構何でもできるんですよ。ですよね。僕はあの、フォトショップとかちょっとめんどくさいんですけど、アイキャッチ方法に文字を載せたりとかは、結構 Excel だけでやったりとかするんで。いや、あれすごいですよね。はい。すごいなと思って。なので、Excel の隠れた機能っていうか、まだ皆さんが知らない機能、こんなことできるんだっていうのは、まあ、すごく楽しみにしてます。はい。これからも頑張って作ってまいります。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ、そんなブログの、ここを、読んでほしい、この記事が最高だぜみたいなのがあれば宣伝してほしいんですけど。そうですね、まあ、読んでほしいっていうのよりはですね、あの、ちょっとこう、質問が欲しいなと思いまして、あの、質問ですね、あー、なるほど。あの、だから、まあ、さっきも言ったんですけど、キーワードで見ると、うん、なんかこう、それに、もうマイクロソフトのヘルプを見ればいいじゃないかみたいなキーワードがまあほとんどなんですよ。うん、なんかこっちも書きようがないっていうんですかね、こう、この機能はこう使うよぐらいしかこう書きようがないんで、だから、なんでしょうね、もっとこう現場でこういうものを作ろうとしてこう作り方がわからないみたいな、なんかそういうのがあったら、もうぜひ、質問いただけたら、もう全力で記事を作りますので。ありがとうございます。これはありがたいですね。じゃあ、こういうことしたい、こういう。まあまあ、どういったんですか、こういう表を作りたいとか、そうですね、質問はぜひ吉井さんのサイトにバン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 問い合わせしてください。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあですね、吉井さんにもぜひ次のこの番組に出て、もらいたい方を紹介してほしいんですけども。はい、次は桜井さんをにお願いしたいと思ってまして、はい、桜井さんですね。はい、どんなブログを運営している桜井さんですか？桜井さん、なんか、なんでしょうね、プログラム系とか、まあ、インドに行ったりとか、そうですね、うん、なんかそういういろんなことを書かれてるんですけど、うん、で、桜井さん、僕と一緒で、昭和48年のですね、はい、双子座で B 型なんですよ。そこまで一緒なんですか？そこまで一緒なんです。だから僕ずっと、占いとか見るとですね、完全に同じ答えを二人とも見てるという。そういうことですか。そこでちょっとすごい親近感が湧いて、はい。桜井さんにお願いしたいと思います。わかりました。じゃあ、出演いただけるように、また交渉してみたいなと思いますので。はい。わかりました。じゃあ、今日は、そうですね、中山克彦さんと、
エクセルの魔術師の吉井さんですね。ありがとうございます。お話を聞かせていただきました。じゃあまた次回は、別の方、登場してもらいますので楽しみにしてください。じゃあ中山さん、吉井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。また次回、ありがとうございます。